はい、皆様こんにちは。コミッツ TV ヤギでございます。本日は映画やテレビで俳優が着用した時計にフォーカスするアクターズウォッチを配信したいと思います。内容に関しましてはオーランドブルームの腕時計でございます。最後までご視聴よろしくお願いします。今回はオーランドブルームの腕時計をお送りします。パイレーツオブカリビアンのウィル・ターナー役やロード・オブ・ザ・リング3部作のレゴラス役など物語の脇を固める正統派2枚目としての存在感が際立つオーランドブルーム、実は数多くの腕時計を所有する時計愛好家としても知られております。今回のアクターズウォッチは彼が劇中で着用した腕時計だけでなくプライベートで愛用するヴィンテージロレックスも合わせてご紹介していきたいと思います。1本目にご紹介するのはエリザベスタウン。大手シューズメーカーでスニーカーのデザイナーを務めるドリューは開発した新作シューズが大こけ、会社に10億ドルもの損失を与えたことで解雇されてしまう。恋人にも振られて自殺を決意したドリューだったが、父親が故郷のケンタッキー州エリザベスタウンで急死したという知らせを受け、急遽遺体を引き取りに行くことに。ケンタッキーに向かう飛行機の機内でもドリューは思い詰めたまま。それに気づいた客室乗務員のクレアはエリザベスタウンまでの地図と自分の電話番号のメモをドリューに渡し、前向きになってと送り出す。現地に着いたドリューは父の親戚一同から歓待を受けるが、落ち込んだ彼にはその好意も届かない。その夜クレアからもらったメモの番号に電話をかけてみたドリュー。彼女といろいろなことを語り合った彼はクレアを自分にとって必要な存在と思い始める。あの頃ペニーレインとでアメリカ脚本賞を受賞したキャメロン・クロウ監督が送るロマンティックコメディエリザベスタウンはオーランドブルームの初主演作。本作で彼が着用しているのはパネライルミノール1950スペシャルエディション、リファレンスパム00127と思われます。1950年代にイタリア海軍に納入されたリファレンス6152/1を再現して話題となった2002年リリースの限定モデルパム00127。同モデルはルミノール1950コレクションの皮切りとなったリファレンスでもあり、パネライの歴史を象徴するモデルと呼べる一本です。この映画が公開されたのはデカーツブーム真っ只中の2005年。それにふさわしい攻めたサイズ感の 47mm モデルですが、スニーカーの人気デザイナーというスポーティーさとファッショナブルさを兼ね備えた若きクリエイターの腕元であれば、何ら違和感のない、むしろ似合いすぎるチョイスと言っていいでしょう。2本目にご紹介するのはスマートチェイス。警備会社 SMART を経営するダニーは1年前警備していたゴッホの名画を強奪されたことで仕事も恋人も失い、それ以来しがない用心棒家業で細々と暮らしていた。そんな彼のもとに中国の国宝級の壺をロンドンまで運ぶという久々の大仕事が舞い込んでくる。信用を取り戻すため万全の体制を整えて壺の輸送をする開始するダニーと SMART のスタッフたち。しかしまたしても強奪犯が現れ、ダニーたちに襲いかかる。彼らがゴッホ強奪犯と同じ一味であることに気づいたダニーは壺を守り、ゴッホの絵を取り返すため強奪犯一味への反撃に打って出る。オーランド・ブルームが香港映画界の名優サイモン・ヤムと共演した中国資本のサスペンスアクション映画スマートチェイス。ブロンドのオーランド・ブルームを見るのはロード・オブ・ザ・リングのレゴラス役以来じゃないでしょうか。どん底からの脱却を誓う警備会社のやさぐれ社長を演じるオーランド・ブルームは本作ではホイヤ、カマロ、リファレンス7220と思われるクッションケースの腕時計を着用しています。フォード・マスタングと並びアメ車の象徴と呼ばれる名車シボレー・カマロの名にちなんだホイヤー・カマロは1968年から70年代前半にかけて販売されていたヴィンテージウォッチ。当時のホイヤー社長であるジャック・ホイヤーがアメリカ市場での証券拡大を狙ってリリースしたモデルと言われています。中国映画に進出したオーランド・ブルームの新たな証券の開拓という意思を込めたチョイスに感じるのは私だけでしょうか。それではここからはオーランド・ブルームのプライベートウォッチをご紹介していきます。ハリウッドスターの中でも特にヴィンテージロレックス好きな俳優として知られ、それらを着用しているオフショットも多く残されているオーランド・ブルーム。
ここからはその中のいくつかをご紹介してまいりましょう。1本目にご紹介するのはロレックスエクスプローラー1リファレンス1016。腕元の写真をよく見ると369インデックスの数字が太いファットフォントの個体であることがわかります。この特徴を持つエクスプローラー1はマーク1ダイヤルか1988年から89年頃に製造された L 版の個体。ヴィンテージロレックスをこよなく愛するハリウッドスターが所有する腕時計ですから、より希少なマーク1ダイヤルの個体と考えて間違いないでしょう。光の加減かもしれませんが、写真ではトリチウム夜光がクリーム色に焼けたように見え、いかにもヴィンテージらしい雰囲気をたたえています。2本目にご紹介するのはロレックス GMT マスターリファレンス1675。 PCG ポインテッドクラウンガードという先端の尖ったリューズガードを備える、通称ヒラメと呼ばれるケースを備えたレア個体です。ヒラメケースの GMT マスターにはサークルミラー、ミニチサークルを備えたツヤあり文字盤、ラジアル、夜光インデックスが文字盤中央に少し寄っている、アンダーバー、6字側表記の下部に横線がある、6ドット、6字のバーインデックスの下部にドットがあり、ビックリマークのように見える、小針、GMT 針先端の三角形が小さいなどのレアな特徴を持つ希少個体が存在するのですが、オーランドブルーム愛用の時計に関しては文字盤が確認できる画像は見つからず、残念ながら詳細は判明しませんでした。3本目にご紹介するのはロレックスミルガウス、リファレンス6543。1965年に登場した初代ミルガウス、リファレンス6541。オーランドブルーム愛用のリファレンス6543は、それに先駆けてわずか88本だけ作られたプロトタイプモデルと言われています。リファレンス6541とリファレンス6543はどちらもハニカムダイヤルを備えた特徴的な顔のモデルですが、稲妻秒針をはじめとした個性的な意匠の多いリファレンス6541と比較すると、ストレート秒針とサブマリーナによく似たシンプルな回転ベゼルを備えるリファレンス6543は落ち着いた印象のデザインとなっています。このリファレンス6543は製造本数が極めて少なく、コンディションのいい個体は世界に数本しか存在しないとも言われている幻のモデル。このような個体を所有しているというのは、オーランドブルームがいかに時計沼にどっぷりハマっているか、それを伝える何よりの証と言えるでしょう。まとめとなります。劇中で着用しているパネラーやホイヤーも、プライベートで愛用しているロレックスも、全て希少なレアモデルやヴィンテージばかり。イケメンでお金持ちで希少な腕時計の目利きという、もはや一部の隙もないパーフェクト人間としか言いようがありません。さらに調べてみたところ、オーランドブルームは希少なレアウォッチをまだまだ多数所有しているようで、それらにまつわる衝撃の事件の情報なども入ってきております。現在情報をリサーチしておりますので、続報をお楽しみにお待ちいただけたらと思います。はい、今回の内容はいかがでしたでしょうか。明日もぜひお楽しみにお待ちください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。